はい、セパ、はい、12チームの今シーズンの振り返り、はい、総評を行いましたが、はい、最後に来シーズン準予想を。やだなんか今言えてなかったな。来シーズン順位予想を。やだ。いやしてもらいますよ、してもらいますよ。あれだけでいいじゃん、優勝だけで。あ、優勝だけでいいです。ちょっとね、迷ってんすまだ。A クラスだっけじゃん。いや、迷ってんす。どこと迷ってんの？いろいろと、セパも含めて。まだちょっと迷ってる。もったいぶってんだよ、まだ迷ってる。セリーグ。やだ。セリーグいくら豊さんの YouTube だとね、まだ無理。ただここまでの印象、はい、オフの動き方だとか、はい、補強だとか、うん、いろいろ踏まえたら俺は DeNA がやっぱり優勝候補。セリーグの、うん、2位が阪神。これがひっくり返る可能性もある。阪神とその DeNA、岡田さんがどうなりますかね。いや俺岡田さんはやり手だと思うし、あのシビアですから。そうですよ、ね、作詞だし経験も豊富ですからね。やっぱ着目してるところがやっぱ守備というね、はい、で打つ方はやっぱ読みっていうことを教えていくと思う。センターラインを強化一番できたのが阪神だから。あ、そうですね、うん、はい、それも2枚2枚で構えてるから、はい、ジャイアンツはどうですか。ジャイアンツは蓋開けてみないと。もうキャンプの動き方、そうですよね。そのクルストっていうのはピッチャーがいない。まあ、山崎より、まあ、一つの形ができたよね、今年ね、ある程度。まあ、ただ、まだちょっとね、まだ線的には弱いけどね。ちょっとね、うん、あの辺がまだちょっと、井上春人、楽しみなだけで、まだ計算はできないでしょ、うん、期待はしても、そういった意味じゃ、ブルペンも含めて、先発の枚数もですよね、巨人、そうなってくると。で、中も後ろもそうでしょ。全部どうなのか。まあ、大勢がね、来シーズン今年、まあ、大勢はもう後ろでどっかりいいでしょうけど、はい、今年ぐらいの成績上げられるかどうか厳しいですね、そのまあでも栗林も頑張ってましたからやりそうですけどね、大勢は、うん、ね、2年目も栗林も2年目頑張る、まあ、変則だしな、うん、まあ、結構タイミングの取りにくいピッチャーだから、うん、まあ、ある程度ごまかしが効くし、うん、早いからね、球が、うん、なんつってもそうですね。ヤクルトがちょっと心配なのは、はい、村上が今年以上に打つっていうことはないだろう。どうなんですかと思いますけどね。まあでも、ね、あそこも打たれる方も打たれる方ですよ、やっぱり。あ、そういうことですか、ピッチャー側もっていう。思うんだね。どこ投げても打たれちゃうってわけでもない、うん、ということは村上選手対策をどのチームも、うん、してるんだろうけど、はい、やっぱ徹底してないんですよね。あの中日はどう。いやだからちょっとまだ分かんないですね、うん、あ、話さないと。いやいや、それはまだ別として、もし話す気があってこうしようってなったらそうなるかもしれないし、ちょっと分かんないですね。セパも今広島カープはやっぱきついかなと思ってますけどね。あれは楽しみですけど、まだまだ1年目の監督だしね。あ、そうなってくると豊さんと共通する部分って多いですか。やっぱりあると思いますね。阪神も楽しみだし、いや阪神は楽しみでしかない。岡田監督がどう、ね、矢野さんとまたちょっと違うじゃないですか。岡田さんって厳しいだろうし、そこで選手がどうなんだろう、萎縮したりとかないのかなとか、そこに馴染むのかなとか。どっちかというと矢野さんって選手と一緒にわーって感じだったじゃないですか。赤星が三振した時に岡田監督がなんで三振したのか分かるよなって聞いたら、その分かるよなっていう、その岡田さんが喋ってる言葉が分からなかったと、ね、そういうこともあるね。やっぱしっかり、いやしっかり伝えないとねと思って。あとあのメダルかけもね、やっぱ来シーズンなし。いや、そらないでしょ。うん、でもね、勝負って明るくやってもいいけど、厳しいところは厳しく締めとかないとさ、ダラダラになっちゃうからね。うん、だから阪神なんかはやっぱもうマスコミに叩かれる球団だし、うん、弱ければ ね、だからそこら辺は難しいですよね。ただやっぱりマスコミが厳しい分だけ、矢野監督っていう中でチームワークを作り、傷の舐め合いじゃないけど、いやお前が悪いんじゃない、みんなが悪いんだみたいな感じだったけど、岡田監督はどちらかというとお前が悪いっていうタイプだからね。ただだからといってほっとくんじゃなくて、じゃあ一緒に練習しようみたいな、うん、そういうタイプの監督だから、まあどう出るかね。そうですね、吉と出るのか、うん、強化出るのか。まあ吉と俺は出ると思うよ。うん、じゃあパリーグどうですか。上位に行きそうな、まあ、優勝争いしそうなチーム。まあ今年の3チームと2対4ったりかなと思ってますけど。ソフトバンク、オリックス、セーブ。うん、セーブ盛り上げたのかな。まあ、ちょっと近藤が入ってたら俺も面白いなと思ったんですよ。ねえ、セーブ、そうですよね。でもキャッチャーというポジションがな、抜けたっていうのがでかいよね。大きいですね、そこは。
優勝はやっぱりソフトバンクがオリックスかって感じだと思うんですよね。ソフトバンクが、ね、本当にあの FA とかいろんな選手獲得とかっていうのが多いですもんね、まあ、ソフトバンクが巨人化してるからねあ、まあ、今巷では言われてますもんね。もう根こそぎ取っていって、はい、4軍いるかっていう思うよね。どう4軍の選手モチベーションを上げていけばいいんですか、ね、だからメジャー式にしたいわけでしょ。あだから 1A2A3A メジャーみたいな感じで考えてるんでしょうね。でもアメリカの 1A って僕知らないけど、はい、環境が全く違う、厳しいじゃないですかやつらって。そうそう。でもソフトバンクのじゃあ4軍ってじゃあ環境が厳しいのかってちょっとそれが想像がつかないんですよ、うん、ちゃんと栄養考えてご飯も食べてとかあったと思うんですよ、はい、アメリカのやつは多分1日10ドルで毎日ハンバーガー食ってやってるのか、バス移動何時間もかけるとかっていうだろうから 1A と4軍って違うイメージを僕持ってるんですよ。やっぱハングリー精神といえばやっぱアメリカだ、ね、アメリカの方が大きいと思う、うんうん、ただそれをやろうとしてるんでしょうね。だけどその FA で取ってきてポジションが埋まっていくと本当にあの出る幕はなくなるからね、うん、まあでもソフトバンク一番多いじゃないですか育成から出てきてる人間が。まあそうだそうだ、ね、いやそりゃそうだけど今まではそんな取らなかったじゃん FA で、はい、だけどバンバン取るようになってくるとちょっと厳しくなるよね。分かるとその育成のこのシステムが崩れていくようなイメージですよね、うん、そうですね。いやそうなんだよ、ねうん、それが心配なんだ、うんうん、ただまあ来年直近で言えば、まあ、取ってるし優勝が一番近いのかなというところですかね。千賀の埋めは誰か埋めるでしょうかね。まあ一人では埋まらんかもわからんけど、まあ 2,3 人で千賀が上げる10勝といえば、まあね、15勝ぐらい上げる可能性ありますよね、まあ、2人3人で、うんうん、でまあオリックスは森選手が入ってくるということで、ただ吉田が抜けてますからね。そうなんですよね。そこをじゃあどうするのかっていうこと。でも OPS は今年山川が一番トップで、はい、2番目が森だから、ね、なるほど。あれだけ打率が低くて、そうなんですね、うん、だから要所ではやっぱ活躍するということで、うん、そうですよね。だからやっぱそういう貢献度の高い選手を取ったっていうのは大きいよね。うん、勝負良さ、ね、そうですよね。でもピッチャーはいますし、オリックスとなるとやっぱり上位に行くでしょうね。西武かなと僕は思ってますけど、西武の辺はちょっとどうなんだろう出ない中で森が抜けたんで、はい、西武はね監督が変わったその年っていうのは結構優勝してる俺にはイメージがある。なるほどね。渡辺さんの時もそうだし、ね、辻監督もそうだし、伊藤もそうだったから、はい、あじゃあだから俺はなんかみんな躍動するような気がする。なるほど。うん、そうなるとまた迷うな今聞きながら参考にさせてもらってるんですよ。あなるほど。どこかで披露するようなですね。ただキャッチャーが抜けたってどんどんパクってるわけですよ。情報をパクってるんですよ。なるほど。そうせっかく出させてもらったんでね。いやだけどポジションがキャッチャーを抜かれたっていうのがさ、うん、ちょっと痛いなっていう引っかかるところ、うん、優勝するチームにやっぱりいいキャッチャーいるからね、うん、まあ、中村にしたって若月だっていいキャッチャーだからね、うんうん、本当に、まあ、伏見抜かれたけども、けどね、はい、まあ、でも伏見もだって森が来るってなって出た可能性もありますし、ね、いや そりゃそうでしょうね、うんうん、そうなると日本ハムも十分活躍する場はあるだろうし、そうです、うん、その順になってくるとそうすると A クラス、B クラス今シーズンとパ・リーグ一緒なのかなっていうところですか。俺ね、吉井監督ってずっとコーチで、はい、いろんな人に仕えてきてて、うん、はい、自分のやりたい野球っていうのが爆発しそうな感じがするんだ。なるほど。そういうパワーって選手に伝わると思うんだよ。なるほどね。だから俺、あらがちロッテっていうのは今シーズンの成績とは全然違う成績を叩き出してくるかなって。外国人取りましたっけ。だってこれからもう取るんじゃないのかなと思う。オスナが抜けたメルセデスと一人取ってます、ね、取ってる CC と、あ、そうだ、メルセデスだ、あ、そうだ、CC 取りました。そうそう、でも CC もちょっと落ちてきてるもんね。いや、落ちてきてるけど、あの子のハングリー精神は使えると思う。ただね、あいつね、ちょっとだって悲しそう。そうそう、あいつ泣いちゃうよね。泣きそうな顔に見えるんだ。大丈夫か、メルセデスって思っちゃうんですよ。そうそうね。あの勝った時あの嬉しそうな、可愛いじゃん、なんか顔が、ね、つぶらですよ ね、瞳も、あの悲しそうな顔した時が、でもね、そういう選手って野手は守ろうとするんだよ、ね、なるほどね、これ絶対打ってやろうと思うんだよね、こいつのために。あ、だから CC はすごくいいところに入ったの、うん、メルセデスもだってあそこ風があるから、あ、それどうなんですか、ね、メルセデスってまともなまっすぐ投げないんですよ、全部カット気味のボールだから、はい、意外とあれが効くかもしれないですね、うん、そうそうそう、
あ、じゃあハマったら本当ハマるってことですか、ね、かもしれないです。じゃあロッテが A クラスに行く可能性十分可能性はあると思いますね。まだ話に出てこなかった楽天わかんないんですよ、わかんないんだよこれが。なんかそうですね、もう予想やめようよ、もう当たりしないから、もう予想なんて解説者の方大変ですよね。いや6位を決めなきゃなんないとか5位を決めなきゃなんないとか一番苦しいですよね、上位3チームだけにしてくるとかって早い監督は今年はないんですよ、聞かれるからね。あ、そうなんですか、うん、向こう側から、うん、結構ね、見てますよ。あ、そう、見てる、見てますよ、それ気になるんですかね。それなりますよ、評論の連中はどんな順位してんだろう、気になりますよ、それ、うん、絶対気になる。じゃあここで上位言われてるとちょっとやっぱ安心だったり嬉しいというか。安心とは思わないけど、そうなんだ、気分は悪くないですよ、ね、まあ、それだけだよ、ね、それだけなんですね、でもそれ大きいですからね、いや大きくはないよ、なんかよりどころ、まあまあまあ、まあ、評価はそうなんだっていう受け止められるじゃないですか。なんか楽天は毎年、まあ、行くんじゃないかな、行くんじゃないかなってやっぱファンも思うんですけれども、ね、うん、今年は優勝、今年は優勝とか、まあ、オリックスがそうでしたもんね、ずっと、うん、岡田さんが監督やってる頃からそうでしたよね、うん、やっぱりいい選手はいるんだよね、うん、ここの能力が高いんですよ、オリックスですよね、いつもそうなんですよ、うん、なるほど、はい、じゃあちょっと出しづらいところもあるというところで、はい、参考にはなりましたか、だいぶだいぶもう番組のプレーキングして言わなきゃいけないですよね、俺の参考にして当たらないっていうのがもう、そうなんですよ、だから参考にしてるだけです。あ、そう、グラミの豊かというふうに言われていて、逆参考、あ、よかったみたいなね、反面教師として受けてます、そうなんですね、反面教師として、ぜひ師匠ですから、あ、そうですよね、そうそうそう、だから常に反面教師です、いつもかよまあね、ちょっと野村さんはね、はい、ゲストに、はい、はい、お届けしましたけど、楽しかったですよね、楽しかったですね、またぜひ遊びに来てください、遊びに行きますよ、はい、出演もしないけど遊びに来ますよいつか本当に監督だったりコーチとか、ね、いや、やるわけないじゃないですか、と言ってみんなやるんですよね、いや、監督だったらやるだろ、やらないでしょ、嘘つけ、お前絶対やるよ、呼ばれるとまず思ってないから、だから想像できないです、想像できないです。でもね、立浪さんも中日の監督、いや、良かったなと思います、良、はい、かったよ、立はね、いや、立がなったから僕もなりたいかってそうは今は思わないですね、うん、もしかしたら、ね、大変だなっていうイメージも強いし、確かにそう、いや、もうコーチはやらないと思うんだけど、うん、監督だったら受けると思う、監督、あ、うん、でもね、その呼ばれることはないから大丈夫、わかんない、そんな心配はしてないです、まあでもね、俺にも聞けよ、え、俺にも聞いてよ、豊川さん、豊川さん、やっぱコーチ監督来たら、コーチや監督は、いや、やりたいやりたいですか、まあまあ、でもユニフォームを着れるチャンスってもう一生に一度ないでしょ、もうそこ断ったら、まあそうですね、うん、だからまあ監督だったらやる、じゃあもし、あ、でもそっか、監督になった場合、野村さんはコーチで右腕として勝負、だからコーチでやらないんです、そうですよね、2人監督じゃ、1回かけた時監督だったら僕はちゃんとキャンプ中にお酒送りますから、また、いや、お酒いらない、何がいい、お前コーチやんない、やんない、で、1回コーチで声かけたことは、いや、これは中畑監督の時に1回声をかけたんだけど、はい、断りやがって、バッサリ、やめてすぐだもん、あ、すぐだったんですね、それはいろいろありますもんね、やめろ、豊川もやめとけみたいな。お前も戻るなみたいな。やめろみたいな。ありますね。ありがとう。長時間にわたって本当にありがとうございました。本当ありがとう。また遊びに来てください。はい、はい、出演はしないけど遊びに来ます。